な感じで帰ってきます。ご神木、徳を積むことはできます。まずスロット開けたり、お金貯めて攻撃力上げたりしないと、とてもじゃないがクリアできそうにない。あとこのなんかここに書かれてることをやると、神木の実を3個食べるとこういうところをやって、このスロットだけ開けてもそのはめるものがないってことになっちゃうので、ここに書いてある実績も取んなきゃダメなんだよね。食べ物を食べる。ダンジョンに力尽きた。神木の実を3回食べる。はい、まあそれをちょっとやっていきましょうね。500だっけ次。お金。全然足んねえわ。オッケー。255円しかない。おにぎりでも必要だよな。あ、増えてる。寿司売ってる。バーガー、チーズバーガー、生肉。焼肉、毒消し草、水、酒。ほう、まあ、おにぎりで、塩おにぎり。塩をまぶしたおにぎり、ゾンビにぶつけると効果がある。なめくじか、ゾンビは。こんがり焼けたおにぎり、美味しい。はあ、255円持ってるんだが、おにぎり1個買って。よし、これでいくぞ。もう一回だ。いきます。スキルは変わらず、いくぞ。村外れ異変、まずはスキルから。これ結構ガチャだよね。土下座きた。切り上げと土下座きた。こっちね、土下座。ごめんで切り上げ。いやー、どうかな。土下座、土下座って何するのっていう。いくぞ。お、いきなりアイテム。なんだ今の。変な匂いがする食べ物。はい、まあ、お腹すいたら食べましょう。だからさっき罠踏んでたってことだよね。罠気をつけねえとな。土下座危ない危ない危ない。ひるみモーションが短いよね、敵。土下座。一応リーチそこそこあるんだな。何してるんだろうね、土下座って。当たらん。硬いよね、敵。まあでもリーチは短いか。つづら。丸薬。しけった食べ物。あっちに光ってるものがある。頭か。これを当てとく早い？あ、ちょ待って。ひるみが全くないのね。ごめん。切り上げでダウン取れるので、これでってのが楽なのかな。おにぎり、焼きおにぎりだ。隠密と、お、許可だって。隠密の守り、敵に発見されにくくなる。お腹が減りやすくなる。やめとこう。捨てることもできる。捨てるが、捨てるないね。あ、ここで捨てるのか。これが強化できる切り上げ強化かな。これを強化する。はい。お、選べんのか。部位破壊しやすさアップ、一定確率で敵を倒した時に満腹。おお、満腹度回復。敵を倒した時に体力、あー両方おいしい。満腹度だな。はい。こういうやつ、なんかあのクールタイムが早くなるとかないの？どうなんだろうな。アイテム、なんだった今。ちょっとよく見えなかった。なんだ、とどめ。あ、なるほど。とどめ、
倒れた敵にとどめの一突き。これ、罰がいいかな。じゃあ、罰って何ボタンだ ?B かな。三つ目のスキル初めてだよ。これか、とどめ。OK。ダウン取って、で、スキル、早く。こう。外した!だごめん。これを当てて、どうしたか。いやー、怠慢じゃないと無理だな。切り上げ、もう一回切り上げ、とどめ。ちょっと待って、切り上げ、とどめ。500だって。ダメージいいね。居合だ。居合はね、なんかカウンターらしいのよ。結構、あれ、こんな出なかったけどね、俺、やったとき。これで居合は、鞘走りした刃が前方の敵を瞬時に両断する。敵の攻撃を受け止めてだからね、すっげえ難しいの。で、終わりなのよ、これで。切りまでいかないから。外すんかいどうした。空腹の守り、命の人形。なんだ空腹の守りこれいらないじゃん、こんなの。なんか悪いお守りしか出ねえぞ。あと命の人形、死に直面した瞬間一度だけ。ああすごい。持ってればいいのこれ。ん、これ使わないといけないの。持ってる、使っ、投げ、あ、投げた、違う、投げ、嘘だろ、マジかよ、投げたわ、あったわ、これか、びっくりした、そういうこともあるんだね、行き止まりか、腹減ってきた。ビミでござる。焼きおにぎり。ビミでござる。向こうも道がある。だから、早くやんないと、これ出口か。いいのかな、行って、行こうか。腹減りが意外と早いよね。気をつけないと。おお、近っ。うぶね。食らうんや、それ。居合はどうした、居合は。いで、ちょっと待って。攻撃キャンセルとかもね、意外とできないので。見た目はなんかデビルメイクレイとかさ、あんな感じでスタイリッシュにいけそうなんだけど、キャンセルかかるタイミングがどっちかっつうとモンハンというかエルデンリング寄りなので、これでいけんのか。弱切りにはキャンセルかかるっぽいな。弱から強はつなげられるっぽい。強からさらに切り上げとかいけんのかな。ちょ、それやってみようか、次。あ、もう出口がある。弱、今日の切り上げ。これどうなんだろうな。とどめ。うどくやん、おどくどくしい。あぶない。許してちょ。いや、危ない。好きだけ。なんか当たってなくない、攻撃。黄色いやつ。黄色いやつ何なんだこれ。とどめで。オッケー。黄色なんかやばそう。やばー。いやいや、なんとかなる。爆弾。弾薬。
へい。あ、なんかちょっと待って、これ当たってます？ごめんなさい。あ、取れたわ。よっ、危ない。なんとか生きてる、なんとか生きてる。弾薬、お腹も減ってるから、しけった食べ物食べた。おお、上がった。大丈夫そう。これ多分進まないのがまだいいと思うので、ちゃんとアイテム探しに出かけます。これいいな、切り上げ強えな多分。おめでいって、これも技っぽいな。水面走り持ってねえから、あー、居合使えなくね。居合頑張ってみる。違う、違う、全モード、全発動。敵が遅くなってます。すごいスロー、超スロー。敵倒した。あ、あ、身代わりか。多分身代わり使ったよね。体力全開するんだ。身代わりすごいね。じゃあありがてえ、重要なアイテムじゃん。いいよ。集中草、何食べることで集中力が最大、全ゲージが、おお、食べた。いつでも使える。やばくなったら使おう。敵が多いな。暗い。ウェイ。ああ、これ切り上げだな。切り上げは強い。多分。起きようとするやつをこれで倒す。爆発食ない。おにぎりも落ちてる。あ、身代わり、それまたもしかして命の人形。素晴らしいな。捨てよこれ。捨てる、捨てる。当たったものを強烈な勢いで吹き飛ばす弾、爆発食ない。やった、これ最高じゃん。これ資料守り、あ、落としたやつこう残るんだ。こうやっておにぎりは食べちゃいたいね。これ食っていいのかな。食べる。ビミでござる。ああ、ビミでござったか。よかったよかった。持てるアイテム数が10個しかないっていうのが意外ときついんだね。満腹度もかなり回復した。で、全ゲージっつうのは敵の攻撃を食らうと溜まるそうです。行ってんのかな、行こう。獣道、一体一体ならばこれ当ててとどめ。よし、みずみずしい草。いやー、食べた。バンバン捨てよ、バンバン捨てて。いや、これ捨てる。つづらにしまっとくことがどうもできるっぽいのよ。これ出せるのかな、後で。出せるね。なかなかアイテムがたくさん持てるのありがたいっちゃありがたいんだけど。あ、これ2個目じゃん。いや、やめるか。いや、やめて。水面走り、これで上がるんだよね多分。強化、
全ゲージ増加量上昇、クリティカルの発生率上昇、全混合体付与、スーパーマンがつくのか。全ゲージ、はい、どういう技だろうな。あ、いや普通すごくシンプル。お、寿司だよ見た目これ。うわー、リーチない。危ない。まあ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 いい、まあまあいい。いいよ、落ち着いた。お守り、丸薬、寿司、つづら、切り上げ、そしてとどめ。まあお金が出てる時点で倒せてるんだけどね。歪んだお守り、うわー、緑のやつ怖えな。歪んだお守り、鑑定のなんかやつもあるので、それを拾ったらだな。おにぎり、おにぎり、火薬おにぎりだ。あれ終わり、これでいっちゃうか。おっと、神木会なんだこれ。クエスト中に時折迷い込む安息の空間、マジで。どこからか伸びてくる神木の枝を揺らすことで神木の実が補充でき、おお、また時間の流れが発生しないので満腹度は減少しない。やっだよ、こんなとこあるんだ。なんだこれ、竹槍、お金でアイテム買えるんだ。追従矢吹人形、爆弾人形、これは秘伝書を奉納する。ああ、何、おか、え、秘伝書3つを、秘伝書強化の書と、あ、なるほど、いらないやつ取っとくといいんだ。へえ、あった、おー、伸びてきてる。揺らそうぜ。何もしてこない、一個だけか。これは、お、鑑定、これを使うと一つか、一つか、なんか全部鑑定できたやつを俺一回拾ったことあったんだけど、一つだな。じゃあ歪んだお守りにする。落ち着いたお守りか歪んだお守り。あ、出てないとダメなんだ。あ、いけるこれで。いや、とりあえず歪んだのにしようか。歪んだやつ。のんべえの守り。常に酩酊状態になるお守り。これダメです。酩酊やばかったです。マジやばかったです。じゃあ行きますか。では。多分ね、そのうち罠踏んで酩酊状態になると思うので、その時に酩酊状態のヤバさがわかると思います。あれ、なんか暗くない？あれ、これいきなり行き止まり？そっちなんかあんな、敵か。ごめん、いいね、威力高い。まだか。道が複雑、暗い、なんもない。アイテム落ちてるね。出口は速攻。逆上ってなんだっけ。瀕死時に、あ、これはいいんじゃない、装備してて。だから投げつけてやればいいんだろう、多分。のんべの守り、くれ、当たったっぽい。なんかでも出るな、アイコン。
ダウン状態の敵に近づくと。あ、これこれこれ。ゾンビがのんべんになってる。すぐ倒れてる。進むじゃないんだ。あいつはとりあえずほっといてアイテムを探しに行こう。ずっと酔いどれるらしい。うわ、アイテムいっぱい。おお、横に広いのか、あれは。って感じだね。土下座ちょっとこれ、どうなの土下座は。アイテムいっぱい。青い瓶。なんか弾。体力弾薬。食べる。うわ、食べて、なに？え？火薬ってそういうこと？え、マジ火薬？あ、なんか入ってるんじゃなくてさ。マジ火薬っぽいぞ、今の。そんなことある？美味でござるな。美味だわ。隠密、隠密。お腹減りやすくなるのやだ。捨てる。全知。所持している未鑑定。あ、これだ。すべて鑑定だからもうちょっと拾ったら使おう。弾薬。使う。あれ、拾えない。そっか。それは？これも、あれ、スキルか。足狩り。いや、売ろうか、後で。つづらだ。入れ替えは？こうか。使っちゃう。美味でござるな。つづら。あれ、いいか。いびつな形をした食べ物。青い瓶。入れる。次のステージ行く前に鑑定しよう。これは隠密。あ、隠密いらねえか。捨てる。残っちゃうんだね、これね。で、酔っ払いがまだいる、そこに。どこだ？あ、いた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 。なんか出してるね。集中草で、これを使って、全知の書。はい。胃薬、お腹が強くなる、とても苦い。集中力が最大、おお、全ゲージ。あと何？寿司だ。江戸前で取れた魚を使った寿司。ネタの息が良い。だがずっと持ってるとすぐ傷んじゃうだろう。火力発電のお守り。炎上状態時満腹度が上昇。装備。で、命の人形。般若草ってなんだ？食べることで般若のごとく力を得る。一定時間攻撃力が上がるっていいんじゃないかい？やばそうな敵が出たら、まあ、バンバン使えってことだよね。これやられっとさ、アイテム全露素だから、どこまで続くんだろう、これ。ボスはどこにいるのか。お、空中コンボできるね。まだか。素敵なお守り。爆発区内とか使っていいんじゃねえの？うわ、おっと、生きとった。びっくりした。使ってこう。ただ普通の敵は普通に倒した方がいいっていう気もしないでもない。すごい威力だ。うわ、ちょっとね、なんか出てきた。なんか出てきた。サムライゾンビ来た。
あ、どうした、びっくりした。あ、また奥に来てる。うわ、ちょっと切られたね今。うわ、溜めて、あぶね、スーパーアーマーだったね今。いよいよいよ、土下座どうしよう。土下座、土下座、範囲攻撃だな。ただちょっと隙がすげえでかい。いいね、これ、これかな。なんだっけこの技、水面走り、いいかもしんない、使いやすい。倒した、まだ起きてる。うわー、どうしたね、食うない。あれでアイテム使えばよかったな。投げ物出しとこう。次全使おう。寿司食おう。食べる、食べたぞ。使う、美味でござるな。入れる、回復、体力回復すんのかな。食ないでしょ。このコンボいいね。コンボ出てなかったー。クールタイムよ、クールタイム。ごめん、ほんとごめんだよ。以上、待って、きいて、ちょっと待って、出し切ってる。わお、ちょ、なんでーあー、結構回復する。まあ、これまだ残ってっかなと。身代わりも残ってっから。敵倒した方が、ちょっと、向こうの攻撃が当たるが、俺の攻撃が当たらない。やばいです。爆発してる。なんだ？弾薬、あっ、うわー、見えてた今、これ、これこれ、どんな、土下座、土下座、あがっ、うわっ、土下座強化しようぜ。土下座使えっかな。強化、あ、同じスキルを複数入れることもできんのかな。威力上昇、赤色の気をまとう敵に対し上昇、攻撃力上昇、一定確率で体力、微量回復、威力かな。怖えな。水、弾薬、もうちょっと、おい、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい、罠だ、やつら来れんのこれ。あ、段差来れないみたい。来ない。すごい投げ方した。なんかある、他に投げ物、爆発来ない。爆発少ない。おお、いったいったいった。
つーても多すぎん？うわ、これどうしよう。ごめんで倒す、ずっと。ごめんしか当たらなくない？うお、なんでやねん、ワープしとるがん。ごめん、あ、なんか、うわ、上に来てたか。びっくり。やべえ量来たよ、これ。うわぁ。絶望の罠じゃねえか、これ。あ、やべえ、撃っちゃった。うおぉ。やばい。水は何？ああ、なるほど。体力回復もうない。そっか。ここまでにござる。全モード。ごめん。やば。やば。で、集中使ってもっかい行く。ごめん。まあ強いか、やっぱこれ使うと。当たる。あれ、ちょっと待って、足がなかった今。どういうこと。あー、生きた。半分死んでるけど、力の害薬使って拾う。腹減りやべえな。これは焼きおにぎり。弾薬食べる。なんとか生きてます。いいんだな。これがなんか、それそのゾンビを呼ぶなんかかな。ゾンビ地蔵みたいな。ここまでで大体倒せる。なんだ、カカシ？カカシを設置する。だってこれで終わりか。カカシ、はい。どれ生きてんの、これ。あ、ここか、こいつらか。これは行き止まりっぽい。本当に？あれ、それだっけ、その出口は。ここか、行こうか。足取りが軽いようだ。どういうこと？あ、速い足が。敵もこれ。なんだこれ、竜柄の札。危ない。威力上がってきた。だから力の丸薬ってのを上げてるから、ステータスどこ出んのかな。出ねえか、ステータスはないか。他のな、またあの鑑定のあれを。うわあ、酩酊状態。酩酊の蓄積値が最大まで溜まってしまうと酩酊状態になる。酩酊状態中は一定間隔で体が言うことを聞かなくなってしまう。うおー、これひどいよね、これ。倒れる。硬い食べ物。どうしよう。あ、水があんだ。ビミでござる。あ、よかった。硬い食べ物なんだろう。
つづらだ。ちょっとあの操作が複雑だけど、つづらは持ってなきゃダメか。そういうアイテムっぽいね。これなんかすごそうだけど、竜柄の札だって。足早っ。ごめん、敵多いな。おい、こっちの攻撃力かなり上がってない？いいね、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 いいね。奥になんかでかいのいる。来た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 。うわー、うめー。よー、また踏んじゃったよ。うわー、出しすぎだろ。ごめん、ダメか。あ、倒れた。あ倒れ方、えいや、あ危ない。あれでこっち来て来れたらやばいな。なんかない？追従矢吹人形。おのだ、それ危ない。これか、カカシ。盾になる。壊れちゃった。イルカずいぶん上がってる。もう半分し、でっけえのいる山だ。なんかないかな。玉。あ、違う。取れるわ。以上。黒い瓶。なんかない？胃薬。これって使っていいのかな？腹もちょっと回復するけど、体力上限値自体が上がっている気がするので、あの辺のやつはどんどん使っていいんだ、多分。あ、回復薬あったじゃん。微味でござるな。あったか。どうしよう、腹減ってきちゃったしな。あぶれ。あぶれ。ごめん、硬い。当たる。いいね、いいね、いいね、よかった。ごめんよ、危ない。避けた。アイテムが見える。体力使おう。出口。回復薬とかその辺のものをゲットしないと多分かなりきついので。お、これは炎上区内いらねえな。選べたらいいんだけどな。微
美味でござる。あぶれ。これは熱血強化のお守り。炎上状態時、炎上状態にならんけどな、あの呪いだ。しかも花柄の札、黒い指、もうなんかあれだね、鑑定しなきゃダメだね。ずっと何もなし。空腹やばい。空腹やばい。空腹やばいな。なんかある？これ良い香りがする食べ物。食べるっきゃない。食べる。感想なし。それはもうどうしようもなくて、左の左。花もねえわ。行くぞ。足が速くなるとかそういう特殊バフがついたりするんだね。恐ろしい気配がする。うわーやだな。やばい、腹減ってる。硬い食べ物食べる。おお、微妙だった。なんかすげえのいるんだけど。でかくない？落ち武者ゾンビじゃん。うわー、バリアされた。最悪だ。うおお。くそ。強すぎだろお前。独演地雷の罠を踏み、落ち武者の一撃を受け、落命。